はい、ということで、まあ、今回の動画はですね、英語とは、まあ、あまり関係ないんですけども、まあ、僕の、まあ、私生活ですね、ちょっとそこについて、この動画では話していきたいと思います。別にこれ YouTube で話す予定はなかったんですけど、SNS に投稿したところ反響がものすごくて、ぜひ YouTube でもこれについて詳しく聞かせてほしいという声たくさんいただいたので、いつも僕の動画をこう見てくれる人も多くいますし、まあ、たまには、自分のことを話してもいいかなと思ってですね、この動画を撮ることに決めました。そしてその秘密に関することだけでなく、最後には、皆さんに伝えたい僕の思いもあるので、ぜひこの動画最後まで見ていただけたらなと思います。先日僕のインスタと、Twitter の方に、投稿したので、すでに、知ってる人もいると思うんですが、僕タロサックですね、2023年6月3日までオーストラリアで永住権を申請するための、まあ、とても重要な項目の一つを満たすために、今の今まで約6年間ですね、鉄板焼き屋で、料理人として働いてました。パンデミックの、まあ、影響とかもあって、当初予定されていたよりもすごく時間はかかってしまったんですけど、なんとかですね、必要とされていた、まあ、とてつもなく、多い時間数に、無事到達することができたので、一度、まあ、料理人の方は、これで引退ということで、先日の2023年6月3日ですね、そちらのキャリアには終止符を打った感じとなります。まあ、まだ永住権は申請してないんですけども、まあ、一応条件はもう満たしているので、弁護士とも、話している感じ、まあ、時間の問題かなと言った感じです。 YouTuber、それから英語のスクールを運営している、経営者として、そして料理人としてのこの、まあ、三足のわらじっていうのは、まあ、正直だいぶきつかったんですけど、自分で決めたことですから、まあ、最後まで本当にやりきってよかったなと、思ってます。本当に、まあ、僕がですね、こう普通にレストランで働いてたっていうことは別に、まあ、隠してたわけじゃないんですけど、別にこう人にそんな大っぴらに言うことでもないと思ってたし、あとはあの30万人登録を超えたあたりぐらいからかな、まあ、こう今でも覚えてるんですけど、鉄板焼き屋なんで、まあ、お客さんの前に立ってこう料理を作るんですよね。でもお客さんってあの大半がほとんど現地のオーストラリア人で、まあ、例えば誰かの誕生日会とか、それから友達とのこう飲み会みたいな感じで、みんな来るんですけど、そのお店がこう路面店 で入り口の方がですね、こう一帯が全部ガラス張りで、まあ言ったら外歩く人から丸見えなんですよ。それで、まあ、ちょこちょこその視聴者さんに気づいていただいてですね、そしたら多分こう口伝いなのか、SNS 伝いなのか、まあ、わかんないんですけど、まあ、ちょこちょこ、お店の前にですね、こう人が、来るようになって、上野動物園のこうパンダみたいにですね、パシャパシャ、写真撮られることもあって。でですね、そんなこともまあたびたびあってから、こうこれはちょっとなということで、まあ、ずっとそこからマスクつけて仕事をしてました。偶然を装ってこう出待ちしてくれてる人とかがいたりね。まあでもそれも今となっては、いい思い出なのかな。どうしても今の時代ですね、こう YouTuber というと小学生のなりたい職業第1位みたいな、すごく人気だし、こう登録者数が多かったりとか、再生回数がすごく回ってると、まあ華やかに見えるのかもしれないですけど、まあこれはあの人それぞれだとは思うんですけど、僕は全然普通の人で、もともとはやっぱりオーストラリア来た時からこう永住権取りたいなっていうふうにずっと思ってたので、それに関してはこう YouTube がまあものすごく伸びても、じゃあ自分のビジネスでこうどんどんうまくいったとしても、まあブレずにやっていこうと決めてたので、まあ今までやってきたんですよね。実際最後の方はですね、まあビザのコンディションもあって、で YouTube もやってたので、まあそこまで多くねレストランで働くことはできなかったんですけど、それでも毎週ですね、あのお肉焼いたり魚焼いたり、まあ、キッチンの中でですね何時間もお皿洗ってたんですよね。多分人であれば誰しも一度はこういうふうに思ったことあると思うんですよ。自分は人より物事をこう深く考えることができてるとか、自分だったらこうするし、きっとこんなことやってみたら、まあ、うまくいくだろうになみたいな。僕結構小さい頃からそのどっから来る自信なのか分かんないんですけど、まあ、そういうふうに思うことよくあったんですよね。でも25歳でいざオーストラリアに来てみて、おースローライフだとか言って、日本よりもなんかワークライフバランスいいし、ゆったりで快適だ、海外最高みたいな感じでこうあの暮らしてて、まあ気づいたらあの何者にもなってない自分がいて、片やまあ日本で
こう一緒に新卒として働いてた、まあ、当時の同期とか僕の友達とかももうどんどん出世していって、なんかもうね、別にいい車乗りたいわけじゃないけど、いい車乗ってるそのね当時の人たちのこう、まあ、SNS の投稿とか出てくるわけじゃないですか。いい暮らししてたりとかね、あれ自分こんなはずじゃなかったのになみたいな。で僕はもうその時27歳28歳29歳ってなって、永住権取るためにその、まあ、こっちのカレッジですね、まあ、専門学校みたいなのに通ったりとか、そのたんびになんかこう新しいビザのお金払ったりとか、なんか保険のお金一気に払ったりとかで、もう全然お金なくてすっごいこう不甲斐ないっていう気持ちをまあバネにして YouTube 始めて3年で、今チャンネル登録者数74万人ぐらいですけど、ここまで来ることができました。僕はあのとにかく早く仕事を終わらせて夜の11時半までに家に帰って、そこからもう寝るまでずっと編集したかったので、片付けを早く終わらすために結構僕は率先してあの皿洗いをしてたんですけど、もちろんどの職業に対しても僕もリスペクト持ってます。でも僕にとっては皿洗いっていうのは自分がしたい仕事ではまあなかったので、絶対 YouTube とビジネスで成功してもう自分はこの仕事卒業してやるって、この今感じている悔しさも味わいたくないんだったら本気でやれよ自分って、本当に毎回思いながら皿洗ってました。だから一個だけ自慢させてください。僕野菜切るのも皿洗うのもめっちゃ早いんですよ。っていうのはまあ冗談ではないんですけど、まあ今回の動画ここまで見てくれてる人って、僕の動画何回も見てくれてる人だと思うんですよ。そんな方たちに厚かましいかもしれないんですけども、ぜひですね僕から届けたい言葉があるなぁと思ってこの動画撮ってます。前置きが長いんですよね毎回。皆さん今自分がやりたいと思っていること、やらなければいけないと思っていることきっとあると思います。例えば英語の勉強一つとってもそうだし、例えばじゃあまあ、将来のためにこうプログラミングを学びたいとか、本当に人それぞれあの何でもいいと思うんですけど、忙しいとかお金がないとか、そういう言い訳をするために人生を変える機会っていうのは遠のいてしまうと思うんですね。でも実際のところですよ、まあ、みんながみんなじゃないとは思うんですけど、やらないための言い訳を探す人ってすごく多いと思います。忙しいと思いますか？忙しいと思うのであれば、まずは3ヶ月を目標にでもいいので毎日1時間朝早く起きることできませんか？仕事が終わって家帰ってから SNS をこう見る時間、ゴロゴロしてゲームする時間、友達と飲みに行く週末の夜、一回これらを犠牲にして全力で何かにコミットしてみることはできませんか？お金がないのであれば一回浪費を抑えて貯めてください。もしくはもう一個バイトしてください、副業してください、そしてパチンコに行くのがやめられない一パチにしてください。誰しもが始まりはみんなそういうところから始まるんですよね。僕を含めた 99.9% の人が天才じゃないと思います。だから誰よりも泥臭く努力するんです。僕と一緒に働いてた人ならわかるはず。僕は誰よりも早く終わった瞬間人ともまともに話さずに帰宅してました。僕にはやると決めたことがあったので空気も読まず1分でも早く家に帰って YouTube の編集してました。僕の動画を見てくれてる人の中には英語話せるようになりたいと思っている人多いはずです。自分には記憶力がないとかセンスがないとか大丈夫ですよ。多分みんな同じです。泥臭く努力しましょう。食らいつきましょう。英語であれば6ヶ月間本気で取り組むことができれば相当結果は変わってくると思います。それでも、まあ、英語やってはいるんだけどもなかなか伸びなくて、悩んでる人も中にはいると思います。僕もまあ英語に関することだけじゃないですけど、毎日自分と他人を比較して、なんだかこう悔しい思いをしてます。だけどよく考えたら、まあ、僕は YouTube を始める2019年までの、自分では考えられなかったような誰かと今自分を比較して絶対そこに到達してやるからなと思えてる自分がいたんですね。人生も英語学習もまあ人との競争ではないんですけど、そういう意味では比較して感じる悔しさや不甲斐なさも有益なものだと思います。英語が伸びない、あの人はこんなに喋れてるのに悔しい、それはあなたが頑張って初めて感じれる不甲斐なさです。そんな立派な自分に改めてエールを送ってください。僕も今でもタロザックのチャンネル面白いと言ってくれる皆さんの英語力を確実に上げていけるよう、いろんな計画を立てて着実に前進してます。泥臭く適度に仕事しすぎながら食らいついてます。それでもちろん自分の人生も良くなったらいいなって思ってます。だから僕はこれからも誰よりも泥臭く努力していきます。ここまでこの動画を見てくれてるあなたはきっとヘビータロサッカーだ。僕は泥臭く努力するあなたを応援します。ということで、かなり個人的な話ではありましたが、最後まで見てくれた皆さんありがとうございます。
また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。